第4期最後のパック、エネミーオブジャスティス、遊戯王オフィシャルカードゲームデュエルモンスターズ、これ。はい、どうもシャマです。さあ本日は遊戯王第4期の最後のパック、エネミーオブジャスティス、久しぶりの絶版パック開封動画になります。このね、シャイニングフェニックスがですよ、おそらくね、第4期が一番今20代中盤の人やってた頃なんじゃないでしょうか。このシャイニングフェニックスガイのレリーフ目指して開けていきたいと思います。さあそれでは開けていきましょう。ちょっとね、記憶が曖昧なところがあるんで、正直カードを覚えてるか危ういんですが、まあ一個一個ね楽しんで見ていきましょう。はい、サイバージラフですね。そっか、サイバーとかここら辺も入ってるんですね。カイザー寮のやつですね。はい、燃え盛るヒーター、あのカレー使いヒーターみたいなののなんかちょっと強そうなね感じですね。はい、燃え、おっち、え、今もしかしてあれじゃない、パワーカプセル、はい、マクロコスモスからの、懐かしい、これデスティニーヒーローダイヤモンドガイですね。そっか、ジュリアなんだこれって。このカードはですね、デッキの山札から1枚目をね墓地に送って、それが魔法カードだったら使えるっていうね。まあなんか遊戯王ドロー結構厳しいから、まあ実質ドローみたいな感じで使えるね、このカード本当に強かった記憶しかないですね。何の魔法カード唱えてたかちょっと記憶にないんですけども、ドラマティックなね瞬間を作ってたなというイメージがあります。いや、やっぱデスティニーヒーローいいですね。なかなかかっこいい、好きですねこれは。はい、次行きましょう。ライトニングギア、旋空、この見たっけ、ちょっとここら辺全然覚えてない。疾風超人ジョーですね。なんかめちゃくちゃ重いねこいつね。はい、ミスフォーチュンのなんかデスティニーヒーローっぽい雰囲気。はい、で次がウッドイ、リーシールド、エレメンタルヒーローに対するねデスティニーヒーローですよね。 D タイム、こんなあったっけ、 T タイムとねかけてちょっとおしゃれですよね。ジュレアなんですねこれ、かわいい。うわ、懐かしい、ダイハードガイですね。っていうかやっぱアニメの絵柄なのがいいですよねこれね。サイバーチュチュ、あれか、天井位アスカが使ってたやつか、違うかな。ゴッドバードアタック R ライトジャスティスね、これ H とかね、E とかありますね、ヒーローってなるようにあるんだよね。おお、シャイニングフェニックスガイ来た。はい、ウルトラですね。うわ、即スリーブ、即スリーブ、これやばいやばいやばい。表示のカード来ましたね。こいつはですね、エレメンタルヒーローにつき300アップ、戦闘によって破壊されないってところが結構強かったイメージがありますね。エレメンタルヒーローはね、本当に融合テーマでどん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 融合バシバシできたんで、個人的にも結構楽しかった時期でしたね。はい、シャイニングフェニックスガイ、融合モンスターがそれまでね弱いとされてたのをちょっと覆したような感じですね。ミスフォーチュン、エレメンタルチャージ、ヒーローフラッシュ、え、こんな感じなんだヒーローフラッシュ、なんかめっちゃポップだね、かわいいなこれな。電池面単一型、うわ懐かしい、これ炭酸とかいっぱいあったよね電池面ね。バイオレットテクレアラ、うん、こういうなんかジュリアのカードもいいですよねやっぱね。うわ、デビルガイだ、デビルガイって、そっかノーマルなんだっけこれ。デスティニーヒーローって当時こんな集めやすかったんだ、びっくりしたよ。ガードドッグ、三つ星っていうね意外と。はい、グランドクロス、マクロコスモス系かこれは。はい、でデスティニーシグナル、いいですよねこれ、バットマンみたいだよね、かっこいいんだよこれ。はい、でハーピーズペットベビードラゴンです。うわ懐かしい、ハーピーガールだよね確かこれね。1200-1600なんだ、めっちゃちっちゃいじゃん。ハーピーズペットドラゴンとちょっと見比べていただくと全然大きさ違くてね、可愛いですよねこれね。でも多分こっちの方が強いんだろうなきっとな。ハーピーと名の付いたモンスターにより効果が追加で出て、1体ハーピーがいれば表側表示に存在する限りライトフィールド上のハーピーズペットドラゴンを除くハーピーと付いたモンスターを攻撃対象にできない。あ、もう強そう。で2体いれば、元々攻撃力守備力が倍になる、2400-1200か。で、3体ハーピーがいれば1体に相手フィールド上のカード1枚まで破壊することができる。なんか結構悪さしそう、四つ星だしね。吹き荒れるウィン、おお、ウィンもちょっと大人になってますね、プチリオみたいなねこれ。はい、でエマージェンシーコール、リシールド、おおお、ちょっと待って、レリーフ、レリーフだ、やばい、サイファーフェニックス。4期のレリーフやっぱ本当にいいねこれね。フィールド上に表側表示で存在するこのカードが戦闘に行った墓地へ送られた時、カードをドローできると。めちゃくちゃ強いねこれ、私当時持ってなかったわ、サイバーデッキ作ったのに持ってなかった。むきたてほやほやです、最高。いやもうこれはね、これはもうコレクションに行きますよ、お店に並ばずコレクションに行きます。エレメンタルヒーロー、セイラーマン、ちょ、いいヒーローも出るんだね。先行の追放者、墓地送られるカードは除外される、他のカードゲームでもいろいろ欲しいカードですねこれは。あ、ネクロイドシャーマン、めっちゃ懐かしい、ここら辺も全部ノーマルなの、すごいショックでもあるし、なんかちょっと若干嬉しいんだけど、保存状態が結構あの湿気の溜まるところだったからかわかんないけど、めっちゃ張り付いちゃってるね。坂本エリア、おお、エリアやっぱ可愛いよねこれね。ガガギゴ、え、ギゴガガギゴだっけ、方針化、あー結構原作で出た気があるんだけど、グリーンテクレアラー、このなんちゃらテクレアラーってのいっぱい出るんだな。ここら辺引退間際だから記憶が薄いんだよね多分ね。 D ヒーローを使って私一回もデュエルしたことないんで。あ、ライトニングギアゴールって、そっか、こっから出てくんのか、これだけは知ってるわ。体力とかされなかったっけ、真空たち、これだけなんか知ってんだけど。
使ったのかな、これなんかめっちゃ覚えてるわ。ガードペナルティですね。なんかめっちゃ審判に隠れてんだけどこいつスーパーレアとかもうなんか出ない気がするんだけど、ウルトラレアとかもう1枚出たりするかな。ボルテックドラゴン、へえこんなのいいんだね。ビクトリーバイパー、あスーパーレアか、なんちゃらバイパー系なのかな。ジャックバイパー、違う、それデールマスターズだ。ビッグバイパーか、ビッグバイパーのちょっと大きいバージョンみたいな。次元の裂け目、めっちゃ懐かしいねこれね、はい、おえサイバープリマ、レリーフ2って出るんだ。魔法カードすべて吹っ飛ばすね、サイバープリマちゃんですよね。可愛いんだよなこのなんかバレーみたいな感じのモンスターね。うん、しかも6つ星あって2300だから別にそんなに弱くなかったっていうね。当時結構強かった気がするぞこれ。これはなんかギリ覚えてる。レリーフがあったんだ、知らなかったこれは。すごい湿気、ウィン、ミスフォーチュンからのよいしょガードペナルティ。この後ろのやつなんかめちゃくちゃ顔でかいですね。ちょっと怖いんだけどこれ。はい、ということで本日は4期最後のボックス、エネミーオブジャスティス開封していきましたが、個人的にはね、やっぱシャイニングフェニックスガイ、これは嬉しいですよ。なんだけど、4期に関してはレリーフがやっぱ好きですね。4期といえばレリーフって思い出があるぐらいなんで。秋葉原にですね、コレクションカード専門店、エルドラードをオープンいたしました。渋谷とか、浅草とかね、遊びに来た際は、電車で簡単に来れるんでね、ぜひ秋葉原のエルドラードへお越しください。もしこの動画面白かったという方は、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、シャマでした。さよなら。